今日は久々に前髪切ります。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はあの動画でですね、久々に前髪を切ります。ピース。なんか今までは伸びたら2ミリ切るとかそういう感じでやってたので、なかなか動画に最近はしてなかったんですけど、今日は久々に動画で前髪を切りたいと思います。でまあ切る理由なんですけど、言うてあの長いとも言えないし短いとも言えないみたいな長さだと思うの今ね。なんで切るかっていうと、私もうすぐ受験本番なんですよね。まあそれで、まあ、面接もあるし、やっぱり印象明るくいきたいじゃないですか。顔の印象というかなんというか、前髪このままで行くよりかは短い方が多分明るく見えられるっていうかと思うので、あの切ろうかなと思います。で、まあ、美容院なんだけど時間もないし予約も取れないしっていうね感じなので、まあ別に前髪だけだったら一緒と思って切りたいと思います。それではすぐやっていきましょう。とりあえず触覚止めます。オッケー。なんかさ、本当はねもう絶対 やってみたいのがあって、ママも聞いといてね。やっぱりさ、受験本番とかだったら触覚は全部止めていくわけじゃん。ってなるとさ、もうだん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 こうなってっちゃうっていうか、わかる？そのまあ横がハゲちゃうよってことよ、言いたいことは。そうだから、いやこれはもうピンってなってるから余計に変に見えると思うんだけど、本当はねこういう感じで切ってるの、前髪を。わかる？だけど絶対やんな方がいいと思うんで、今度前髪伸びて病院行く時にやってもらいます。いやね、今ねやりますって言おうかなと思ったんだけど、ダメだ、無理だ、絶対に無理だ。ちなみにここに鏡があります。どんぐらい切ったらいいと思う、ママは？印象よく、絶対に目にかからない長さ。オッケー。巻いたりしていけないから、うん、とりあえずベセって切っちゃうよ。あ、今日ママ誕生日なんです。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアママ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ありがとうございます。今日の撮影日は2月6。ちなみに何歳になったんですか？47です。おめでとうございます。はい、切ります。はい、下に新聞を引いてますよ。ちなみにママの誕生日会は受験終わったらやります。ケーキ食べまくります。ちなみに歌詞動画は作りました。感動しました。なんか泣きそうになっててマジ面白かった。なんかね、幼い時の写真を入れたの、私の幼い時にママと撮った、何歳あれ、2歳、2歳の頃のママの誕生日の日に撮った写真、2人で撮った写真をね入れたらね、あの叩かれた、そこでもう、あーやーかわいいって叩かれた。もう面白すぎるママ謎、面白い、上手くない、あれ待って、将来美容院になろうかな。ほら、美容院になるって言ってる時点でもやばいよね。最低。美容師さんだよね。美容師さん、やっぱさ、よく見るとさ長い部分あるよね。うん、すごくない？長いよね、まだね。いや長いけどさ、うん、そのいや綺麗じゃないって、いつもこの切り方じゃもうこの世の終わりみたいな感じになっちゃうの。そうだね。あれ、なんか急に短くなっちゃった。いや、そうでもないけど、まだ目にかかってる。え、かかってないでしょ。いや、かかってる。え、もっと短くする、え、もう前髪するつもり？違うけど、かかってるよ。いや、絶対こんぐらいがいいって。いや、マジでこれ以上短くなったらこの世の終わりだよ。え、長いよ。長くない、いつもこんぐらいで短いって言ってるやん。まつげの方、髪の毛がドザって。どう？めっちゃスッキリした。まだまだまだ切んの？中が高かったじゃない？え、嘘。なことある？ちょっと鏡ゆっくり見させてね。どういうこと？どこら辺が？今回細かいですね、わかんないです、私には。あ、でも大丈夫か。え、わかんない、わかんない、怖い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 。もうちょっと切った方がいい？いいんじゃない？これで一回ヘアアイロンやってみよう。それで決めよう。よいしょよいしょよいしょ。ちょっと待っててね。ただいま。今度ママが切ってみる、前髪。逆にめっちゃうまい場合もある、私みたいにさ、あのパパの髪の毛、そう髪の毛切った時に才能開花しちゃったみたいな、あるかもしれないから。
まあ美容院行くのが一番おすすめですやっぱり失敗する確率の方が多いんだよね、自分で切ったら。ちなみに受験の日はルーティーン動画撮れますよね。はい、楽しみに。私多分最初の方、何向かう、高校に向かう部分は全然喋んないと思う、緊張しすぎて喋れない。制服だからね、あんまり撮れないけど、ね、そうそうそう。まあでも足元だけみたいな、いつもの。でもさ、もう高校見学行けないってさ、ちょっと寂しいよね。そう、それ寂しいんだよね。何気に楽しかったよね。そう、楽しかったの、高校見学ね。うん、意外にね、楽しかったよ。そうそう、なんか受験生もちろん大変だけどさ、うん、親もすごい大変だよって言われてたんだけどさ、うん、なんだかんだすごい楽しかったなんかさ、この機会ぐらいしか高校行けないじゃん、他の自分が。そう、ね、うん、いろんな学校行ったんだよね。まあ、もう覚えてないんでしょ、中学校時代の高校見学行った記憶。あ、自分の、うん、自分が行った。全く覚えてないのよ。だから、ばあちゃんと行った記憶。どう、ばあちゃんに聞いたら行ったって言ってたね。行ってた、そう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 あのさ、なんだっけ、クリスマスの日にさ、前この動画で会ったの、おばあちゃんと。この時に言ってたよね。言ってた。え、行ったよみたいな。そう、高校見学行ったよ、一緒に行って。ね、全然覚えてないと思って。怖いね、私も覚えてなくなっちゃうのかな。覚えておきます。まあ、YouTube があるんで、動画を巻き戻せば、ね、うん、思い出すよ。動画とかないもんね。あったから、普通に。違うよ、そういうさ、その高校ここ行きますみたいな、そういう動画ね。どう、前髪。あ、いいじゃない。どう、その納得してる、大丈夫。私、めっちゃいいなと思ってんだけど。いいよ、いいよ、さっぱりした、さっぱりした。もうこのガクガクな部分、ガクガクじゃない。だから言ってたんだったんだよ。いや、いや、このままここで切っちゃうわ。真ん中らへんを切るよ。ちょっと切りすぎた。いや大丈夫だよ。ちょっとこうバラバラってとは。どう？まっすぐにしたいもん、あなたは前髪を。うん、まっすぐにしたい。だって均等に伸びるじゃん。なんかね、左側が長い気がする。え、そんなことない？めっちゃ長い気がする。なんかこうなってる。でもこれだけ大体間違ってんだよね、分かってんだよ、自分でも。でもやっぱり切っちゃうんだよね、気になっちゃうんだよね。ほら、あ、いいんじゃない、天才じゃない、うん、いやー、悲しい。あ、髪ぐちゃぐちゃになりました、許してください。シューシューシュー、じゃじゃーん。どうですか。まあ、本番、受験本番を触覚出さないでこういう感じになります。で、普通の時はこうなります。どうですか。いいじゃん、いいじゃん。ママ的には何、100点満点中何点、うん、いいんじゃない、90点くらいじゃない。お、その残りの10点は何ですか。わかんないけどなんとなくで言ったね。なんとなくで言った。まあ、ということで、こんな感じで前髪ができました。これで入試行ってきます。ということで、こんな感じでした。はい、ということで、今回は久々に前髪カットを自分でしました。個人的にはね、結構気に入ってる感じ。私、こんぐらいの長さが一番好き。こんぐらいの長さでまっすぐ揃ってるのがすごい好きなんですよ。めっちゃ嬉しい、これマジで嬉しい。まあ、ということで、受験まであともう少しですけど、この前髪で明るく、印象明るく頑張っていきたいと思います。パワー。皆さんは前髪いつもどこで切ってますか。自分で切ってますか、それとも病院ですか、それとも親とか友達とかに切ってもらってますか。コメントで教えてください。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。